トン、hey、guys, my name is amo, 改めまして、推しがすぐ死の男ばさもんです。よろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を投稿しておりますので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。さあ、今回は、えー、アニメリアクション動画ではございません。えー、というのもですね、本日12月31日に。 なります2021年最後の年になりますね。でえー、つい先日12月の29日に、えー、僕が見ていた、えー、秋アニメが全て最終回を迎えましたので、えー、僕個人が見ていた、えー、2021年のアニメの振り返り等々をしようかなと思っております。でえー、今回の動画では、まあ、その2021年冬から、えー、2021年秋。 までを通しての1年の年振り返り返、まあ、ここであの、ね、僕自身のチャンネルで起こったことなんかにも触れながらっていう感じ。であとは、クールごとに印象的だった作品をちょっと言ってみようかなっていう感じのまとめの動画です。1年間の振り返りになります。まあ、そこでね、えーとまあ、ちょっとだけ2020年の。 アキクールですかね。のお話もちょっとしようかなというところです。まあ、えっ、ー、と、一番最初にね、まず説明をすると、僕のチャンネルは2020年の、えー、10月から始めておりました。で、まあそこでね、こうちょっとずつ、ちょっとずつっていう形でやっていって、えー、2021年、今年の6月の半ばに、えー、一度チャンネルが停止され、えー、また再始動。 という形になっております。なので、まあ今のチャンネル名がね、セカンドになっております。前のチャンネルを知ってる人は、子さん名乗れるからね。マジでひどかったよね。段ボールじゃないから、ね、クリアファイルだった時代の僕です。iPhone5 で撮影をしておりました、はい。まあ、そういうのもあったしね。で、えー、今回の本命ですね。まあ、まず、ざっと、 2021年で何作品見たのかを、えー、数数えてみました。冬、まず冬ですね。2021年の冬が7作品。で、えー、2021年の春が14作品になります。で、えー、夏も14作品。で、秋が14作品になっておりますね。で、それぞれで、えっ、ー、と、その、 今のクール以外のもの、それよりも前のやつをちょっと見ようっていうこともあって、冬は1作品、春は2作品、夏も2作品、秋はなしかなになってますね。で、えっと、劇場版、実際に映画館まで行って見た作品っていうのと、まあ、あのね、タイミングが合わずっていう。 ももののあったので,この,家で、ね、こ,このスタイルで見たものが、えー、と3作品あります。ということで合計が、えー、テレビアニメ配信も含めてですけど、えー、53作品で映画は3本見たということになってますね。まあ、社会人になってからねなかなか時間が取れずっていうのも。 ありますけどほぼほぼ毎日投稿でここまでやってんのはすごいんじゃないかなっては思いますけど明らかに見る本数は減りましたねこんなに減るかっていう感じですね学生の時は多分この倍ぐらいは見てたような気はするしもっとなんかいろいろ考えながら見てたなっていう印象はありますねまあざっとですけれどもそれぞれどういう作品見てたかなっていう ものをちょっっとと言っていこうと思いますで、まずね、最初にも言ったと思うんですけど、去年の10月、2020年の10月から YouTube を始めてまして、その時に YouTube に投稿していた作品が、2作品しかないんですよ。で、それがその神様になった日、キー作品だから跳ねるだろうと思ってやったんですけど、おやおやっていう感じでしたね。うん、ちょっと渋いな。 で鬼滅を見てましたでこの2作品だから秋クールの作品だけで言うともう神様になった日しか見てないんですよ。「鬼滅」が確かそれよりも前の段階なんですよね。だったような気がするんでもう実質1作品だ。あ,あ違う2作品だ。あと1個見てたのは「ご中誠」を見てたんですけど「ご中誠」は。 まあこれ載せてもなっていう感じだったんで YouTube には投稿してませんでしたなので秋アニメは2つですねでプラスして「鬼滅」の3作品、まあ、YouTube 上では2作品ということになりますねいやーこの頃から考えたらなーすごいですよでまあやっぱり僕の動画の初めは「鬼滅」に助けられてたなっていう印象が残ってますね ここからが本題の2021年の冬アニメになります。でえー、冬アニメは7作品見てて「馬2期」「五等分の花嫁」「2期ののんびより」「のストップ」「働く細胞2期」「働く細胞ブラック」「プイプイモルカー」「ゆるキャン2期」ですね。で、えー、過去作として「じゅう通」を見始めた感じですね。冬が終わる頃に見始めてますね。 うんだったはずでまあやっぱりね個人的な思い出が深いなと思うのはやっぱり馬の2期ですね、まあ、多分今年2021年のアニメを語る上では多分馬2期外せないと思いますねこれ見てても当時すごかったしこれ2期の10話 っていうまあ、すごい感動的な回があるんですけどこれは上げたら2週間で4.7万回か4.3万回かなんか忘れたけど初めて何万回っていういつもと桁が2つ違いましたねそれぐらいすごかったっていう印象がありますでえっ、ー、とそれよりも前に「鬼滅」を見てたんですけど「鬼滅」が2クールだったんでこっちまでずれ込んでるんですよでその時の僕のそのアナリック っていうその詳細が見れるのがあるんですよ YouTube の投稿者のやつでで見たらもう上位が馬と鬼滅しかないっていう状態になってまして、ね、もうほんと最初の方は馬と鬼滅に支えられてましたねでやっぱりね僕個人今仕事看護師をやってるんですけどそこであの仕事着をね着ながら あの働く細胞の2期とブラックの両方を見てたんですけどやっぱり他の動画よりもちょっと気持ちいい再生回数は上でしたねまあ何て言うんだろうなすっごい細かいことは除いたらだいぶ分かりやすく入ってきたなっていうのはあるんで全国の看護学生には見てほしかったですねで看護師の国家試験っていうのが2月の半ばぐらいに。 大体毎年ありますんでそのタイミングでこれがあったのは良かったなと思います、ね、2期の方はまあ基礎的なことが抑えられるっていうのもあるしブラックの方に関してはあの現場に出た時に患者さんって基本的には悪い状態で入ってくるからこの人は肝硬変だってなった時に「働く細胞ブラックで見たあれだ」っていうのが使えるっていうそういう感じの。 動画をを出出しししてたたのを思い出しましたね、まあ、印象に残ってるので言うともう本当に馬2期と働く細胞の2期働く細胞ブラックですね。で呪術も面白かったけどチャンネルが消えちゃったかな。で、えー、春に行きます。で春が14作品とプラスで。 過去作から2つということで、えー、いじらないで長トロさん、フルダイブ RPG、黒ギャルになったから親友としみた、えー、灼熱カバディ、シャドウハウス、週末の悪キューレ、スーパーカブスライムタブシて300年戦闘に派遣します、通りべドラゴン家を買う、ひげひろ、不滅のあなた真っ白の音と、えー、過去作でラブライブの虹ヶ崎と無能なナナナを見ましたね。 無能な7は、えー、とあ違う両方だな虹ヶ崎も無能な7も2020年の秋のやつだったんでね、まあ、だいぶすぐに拾ったかなっていう感じですねここで問題なのが春アニメが4月から始まって最終回が6月末なんですけどチャンネル停止されたのがちょうど 最終回の1個手前とか2個手前ぐらいのタイミングでチャンネルを停止されるっていうことがありましたね。まあそのさっき言った「馬」と「鬼滅」で何万回再生っていうのが初めてあってガーってチャンネル登録者数とかも増えてこれからもうちょっといけそうだなみたいな感じの状態の時に まあチャンネルがね停止になっちゃったんですごいショックだったのは <laughs> 覚えてますね懐かしいですよでそのきっかけになったのがこの「黒ギャルになったから親友としてみた」っていうあの BL の作品なんですけどこれがまあ公式ホームページの方でねモザイクがちょっと少なめな映像になってるんですけどそれを当時クリアファイル2枚ちょっとね薄汚れたやつで見えないだろうと思ってたんですけどバリバリ見えてましたね それでアウトになりましたね確かそこの会社から著作権侵害っていうものが来てで引っかかったはずなんですよね。でそこから、えっと、馬とか、えー、働く細胞とかがどんどん削除されていって、あのー、最初は警告が来るはずなんですけどもう警告が来る前に一気に削除されて、えー、チャンネル停止という流れに。 なりましたねだからもうそれ以降は、えー、今のスタイルですね段ボールを使ってで段ボールだけだとこの画面のこっち側が全部見えるんですよなんでこのペットボトルの熊本城を置いて本当にこの上のところだけが見えるようにっていう形をとって今でもやってますまあねここ最近はあの今使ってない iPhone7 ね、ここにこう置いてまあタイマーの代わりにしてねやってるんでだいぶ見やすいとは思うんですけどどう,どうでしょうか多少の1秒弱ぐらいの誤差はあると思うんですけど以前に比べたらだいぶ見やすくなったんじゃないかなとは思います最悪ねここで合わせてほしいなっていうのはあるんですけど、まあ、一貫性編集がめんどくさいっていうものがあるもので申し訳ないで、えーまあ、話を戻しますけれども印象に 残ってる作品としてはまあシャドウハウスでこの春アニメの中で一番好きだったのはやっぱりスーパーカブになりますかねスーパーカブの何が良かったかって言われると困るんですけどスーパーカブ良かったんですよあ今はないけどね今はないけどあのここにはないんですけどあの黒の革ジャンを着てね まあ実際にあれライダースなんですけど、まあ、僕は原付っていうかね株も持ってないしバイクも乗らないんですけど革ジャンが好きであれは持っててでその革ジャンを着てスーパーカブ見るっていうのをやっててまあ何何話か忘れたけどまあ一本ね突然バッてバズったやつがバズったっていうかちょっと伸びたやつがあったんでまあ、そこから 知っっっててくださった方もいいるかなっていう印象ですねシャドウハウスはあの庭園迷路のところで何だったっけな俺だけ黙ってたのかな確か他のリアクターがねずっと早く行けよとかそんなこと知ってる時間ないだろうみたいなことを何か言ってたけどあなただけあの静かに最後まで聞いて。 あのもう一回このシーンを切り取ってみたいって言ってたのはめちゃくちゃ良かったですっていうコメントもらったんですよ。それはもう嬉しすぎて覚えてる。いやあれで喋るの無頓いだろ。黙って聞けよって思いますけど。いやだってめちゃくちゃ良かったじゃんねケイト様とねエミリコのあの会話のシーンですよ。なんか原作だと見開きらしいっすね。 多分文字ブワーっっててて書いてあるんだろうなって思うな思けどで次のページで多分パンってやってケイト様がこんなやってまあ続きは後にしましょうみたいな感じの駒だとは思うけどそんな感じじゃないかなまあでもうんシャドウハウスとスーパーカブの二強でしたかね個人的にちょっとネックだったのがヒゲヒロが あの1週間遅れなんですよね。どのサイトで確認しても1週間遅れで、一番早かったのがアマプラだったんで、アマプラで見てたんですけど、2022年の冬アニメで、佐々木と宮野っていう作品があるんですけど、これもちょっとね、1週間遅れになるんで、その点だけはちょっとご了承いただきたいですね。で、まあえー、過去作にはなるんですけど、「ラブライブ!」の虹ヶ崎も結構。 結構というか面白かったですね。まあこれも2期は決定してるんで見ます。あ他のやつで言うと、冬アニメは5等分の花嫁は映画化決まってるし、働く細胞も多分ブラックは2期あるだろうっていう感じで。で、シャドウハウスは2期決まってますからね。で、通り部も2期は決まってるっていう感じですね。相変わらず推しは死にました。つらかったです。で、えー、夏、14作品。 がえー、裏道お兄さん、過激少女、メイドラゴン S、死神、ぼっちゃんと黒メイド、白い砂のアクアトープ、タンモシ、チートクスシ、月が導く異世界道中、出会って5秒でバトル、ピーチボーイリバーサイド、平穏世代のイダ・テンタッチ、メブラック・カンパニー、ラブライブ・スーパースター、リメイン。で、過去作で2つ見てるんですけど、えー、抱かれたい男1位に脅されています、バイオレット・エヴァーガーデン。もう夏に関しては、 過激少女一択マジでこれ見てたのは本当にでかかったなっていう感じですねめちゃくちゃ面白かったでやっぱり嬉しかったコメントがあの見る気はなかったけどそのわさもんさんが見て見てたから気になって見始めたら めちゃくちゃゃく面白かったたですみツイッターだったかなツイッターでもらってそれは嬉しかったですねいやマジでね「過激少女」はねずば抜けて1位だったね超面白かったそれぐらい印象に残ってますねほんとこの作品に関しては推しがね山田って言うんですけど推しに泣かされたな であとだっ、恨みちょお兄さんはあれだったな、声優が豪華すぎるし、めちゃくちゃ面白かったな。うん、で、ああ、そうそう、あのー、メイドラゴン S、これがあの京アニがなんか2年半ぶりだったかなんだかに、そのテレビアニメを手掛けるっていうことでね、よかったね、塚本監督の名前も入ってたしね。 あそこの時点で俺も泣いたね。泣いたっけいやでも俺は感動したよ。う塚本の名前だ。と思って。あれは良かった。で、リメインっていう水球の作品があったんですけどね。男子高校生がその水球を頑張るっていう作品があって。面白いんだよ、これ。みんな見てほしかったな。これ最終回マジで泣けましたからね。 これは結構強かったと思いますね。キャプテンのね、お父さんが来るシーンと、あと最後にね、もし見る人のために名前は言わないけど、最後の試合でボールゴールを決めるやつがいるんですよ。そこかっていう感じで、あれはめちゃくちゃ良かった。で、過去作を見たのが、抱かれたい男、高市なんですけど、これ10月9日、僕の誕生日だったんですけど、そこで、 まあ劇場版が公開されるっていうことで、それに合わせて見てたんですけど、映画館に行くことができませんでした <laughs>。なかなか時間合わずっていう感じで。なんでね、まあ、ダカイチに関しては、えー、DVD 発売されたら買います。で、リアクションの動画も出します。まあ、なかなかね、まあ、BL ものをね、 見る男性も少ないと思うんで、まあ、それを楽しんでもらえたらなっていう感じですね。だから一応面白いんだけどな、みんな見てほしいんだよ。で、まあ、ヴァイオレット・エヴァーガーデンはね、もう言わずもかなっていう感じですよ、ね。よかったの一言につける。なんかね、変にね、こう語ろう、語ることができない。もういい作品を見たときって、よかったとか、素晴らしいとか、そういう。 単語ででしか表すことができないあれがこういうふうにこれがああでなんかもう上手に説明できないよかったしか言えないでたまたまタイミングがよかったのがちょうどこの「バイオレット・エヴァー・ガーデン」を見始める理由になったのがさっき言ったメイドラゴン S が」が久しぶりに京アニがテレビアニメに手を出すってことでであ,あそれじゃあバイオレット・エヴァー・ガーデンを見ようってなってでちょうどその見てるタイミングで DVD が発売されるっていうことになってたんで、えっと、もう多分初日にうちに届いて、その日のうちに見て、もう出してるんですよ、動画。なんでも、バイオレット・エヴァーガーデンの劇場版に関しても,も、素晴らしいの一言につきます。もうめちゃくちゃ良かったですね。流れ、タイミングとしては良かったですね。で、まあ、夏アニメの。 印象的な作品としては、過激少女がもうズバ抜けって残ってて、あとは、面白さ的には月が導く異世界道中とかは面白かったな。と、あとはね、メイドラゴン S ももちろん良かったし、リメインもやっぱ強いかな。恨みちょお兄さんかもしれないな。まあでも、過激少女がズバ抜けだよ。 っていう感じで、えー、この前、つい先日ね、終わりました、秋アニメですが、14作品、せえー、先輩がうざい後輩の話、ミエールコちゃん、鬼滅の、えー、無限列車と遊郭編、と、えー、逆転世界の電池少女、進化の実、タクトオーパス、プラオレ、真の仲間、作眼、コミさんはコミュ障です。セレプロ、 王様ランキングブルーピリオド大正乙女おとぎ話ですねどれもよかったけど個人的に本当に一番刺さったのは逆転世界の電池少女だったもう本当になんか古き良き王道中の王道っていう展開ですっごい見応えがありましたねでやっぱり秋葉原が その、ね、モチーフになってる作品だからアニメゲームとかねはもちろんメイドさんだったりあとはね AKB とかもあったからアイドルとかもあってねでそこにこう昔の作品のあれっぽいのが出てたりこれっぽいのがあったりみたいなそういうところでも非常に面白かった印象がありますね。逆転世界の電池少女はもう秋ズバ抜け いう感じです、ね、個人的には。で、あとは大正乙女おとぎ話。マジで小学校の道徳の教科書にした方がいいレベル。あれは全児童に見せるべき。それぐらい良かった。あとは何だろうな、先輩がうざい後輩の話のマンタ探しとかは良かったね。あのね、あのー、いつもコメントをくださる方がいるんですけどね。 負けた最終回で悔しかったいやめちゃくちゃ面白かったっすよであのー、まさかだったのはプラオレですねスポーツものかなと思って見始めたらお歌って踊るやんけっていうふうな展開にはなっててでちょうどこのプラオレを見る前にね、あのー、日光に旅行に行ってたんですっごいあこれあそこのところだっていうのが分かって もうめちゃくちゃ見やすかったでしょ面白かったですね。でもう本当にアイスホッケーというね、そのスポーツに対する情熱っていうのも分かったんですごい良かったですね。面白かったなっいう感じ。で、なんか全体、この1年を通して思うことはなんかツークールもの強いなっていう印象ですかね。僕が見てる中だと通り部と えー、白い砂のアクアトープと「えー、鬼滅の刃、えー、王様ランキング」この4つ4つですけど4つとも全部強いなっていう感じいやめちゃくちゃ良かったな通り辺に関しては、まあ、実写映画もしたし2期も決まってる白い砂のアクアトープは、まあ、沖縄県と 沖縄県のその実際の水族館かなんかとコラボしてめちゃくちゃ沖縄を盛り上げてたっていうのもあるしもう「鬼滅」に至ってはもう説明いらないでしょ世界規模じゃんそれぐらいすごいし王様ランキングは最初別にいいやと思ってたけど見たらなんだこの面白いのっていう感じで。 まあね、まだ、えっ、ー、と、話数的にはまだ11話だったかな。なんか11話で年内が最後っていうことだったんで、次、またちょっと日が空くらしいですけれどもね、まあ今後もちゃんと見ていこうかなと思います。めちゃくちゃ良かったなって感じ。だからまあ、印象的な作品を全部挙げるとしたら、馬に来働く細胞の2作品、シャドウハウス、スーパーカブ、真っ白の音、 とえー、影響症とえー、逆転世界の電気女大対象女おとぎ話。キリ悪いな九かあと1個あげよう。なんだろうな。なんだろう。通りべかな。いやー、でも、おししんだからな。鬼滅にしよう。 伊之助がね、今頑張って大活躍してますから。通り部屋は俺の推しが死んだんだ。死んで生き返って死んだから。意味が分かんなかった。で、劇場版に関しては、えー、バイオレット・エヴァー・ガーデンの劇場版と、あと、鬼滅の無限列車編はね、もうリアクション動画も出しております、ね、で、シン・エヴァンゲリオンに関しては、あの感想動画上げたんですけど、まあ、それがチャンネルの停止の、ね、前の方だから。 ショックだったのは新エヴァもね結構再生数はえぐかったですよ何よりもえぐかったはず確か今ちょうどあの呪術の感想動画を上げてるんですけど再生回数多分この日じゃないもんねめちゃくちゃ上がってたはず再生数すごかったもん3日でなんか1,000回ぐらいいったもんな 線を超えたはずちょっと待ってどこ行った呪術廻戦がね今えー、っと5日間かな5日間で328再生なんですけどエヴァはやっぱりすごかったねいやマジでもったいなかったあの感想動画撮っとけばよかったなーって感じ あれもう本当にね個人的にね、まあ、そのエヴァと出会ったのは中学生の頃でしかもシンジ君と同じね14歳っていう時にエヴァ,エヴァと出会ったんですごい感情輸入し,てしたのは覚えてますねだから面白かったなっていうのがあってだから今多分テレビ本編のを見直すとまた違った見方になるんだろうなっていう感じはしますね多分言動画は の視点で見たりとか、ミサトさんがはとかの視点で見ちゃうんだろうなっていうふうには思いますね。やっぱり当時は、真実の気持ちになって見てたから、今ね、もうそれからだいぶ時間が経ってね、どっちかっていうと年齢はミサトさんとかの方に近いから、そういう目で見ちゃうんだろうなぁとは思います。新栄場、劇場版は新エヴ場かな。 ああいやもう3つとも強えんだよ「バイオレット・ーガーデン」「鬼滅」も「新映画」もそんなかな、まあ、そんな感じですねでそして、まあ、何よりもねあのこの動画を再生してくださったり、えー、いいねをしてくださったりコメントをしてくださったりそして中にはねあの差し入れをくださったりしたもう本当にあの皆,皆様のおかげで どうにか2021年もねほぼ毎日投稿をすることができましたなんでねこのセカンドこのチャンネルではもうあのー、アカウントが停止されないようにこれからもねこの段ボールとペットボトルで隠しながら iPhone7 をここに立てタイマー表示をし見ていきたいと思います 相変わらず、えー、モザイクをかけることは多分しないと思います。この前間違って、鬼滅で、あの、段ボールで見ちゃったけど、そこまで影響はなかったかなと思ったんで、どうなんだろう。ちょっと鬼滅の動画を見てる方は教えていただきたい。っていうか、他の動画でもいいけど、やっぱりモザイクの方がいいのかな。個人的にはこっちでやりたい。なかなかあれも時間かかる。サムネを作るのはね、なんかね、楽しくなってきたから、 サムネはちょっと頑張って作っていこうかなっていう感じですね。で、えっ、ー、と、1月、1月っていうか、まあ、この動画で、えー、2021年の動画投稿は最後になります。で、えー、最後の、最後っていうか、えー、1月ですかね、明日からに関しては、えー、まず、 オッドタクシーを出します。オッドタクシーを全部出します。まず。何話まで見たかは言いませんけど、えっ、ー、と、僕のシフトが12月31日、今日は、えー、日勤です。仕事王さんです。で、年が明けて元日、1月1日は休み。で、2日から3日にかけてが夜勤。で、3日の朝に家に帰ってきます。で 4-5って休みになってるんでまあそこら辺でオッドタクシーを全部出そうかなっていう感じですで2022年の冬アニメに関しては一番早いやつで1月5日の1時夜1時ですね夜中1月5日の1時から配信が始まるので まあそこら辺から始めていこうかなと思っておりますんで1月4日まではオッドタクシーの動画を出していきますのでどうもお付き合いをよろしくお願いしますはいそれぐらいですかねはいということでねもうちょっと長い動画になりましたけれども本当にえこの1年間はえチャンネル登録をしてくださった皆様そしてチャンネル登録はしてないけど コメントをしたり、いいねを押したりとかね、いろんなことをしてくださった皆様のおかげで、どうにかやってくることができました。で、えー、っとね、まあ、順調にチャンネル登録者も伸びてきておりますので、まずはね、まい、あ、たは言わずに、えー、どんくらいかな、どうしよっかな、まあ、作り直した6月18日かな、 6月18日まで、ぼちぼち、やっていこうかなっていう感じで、そんなもんじゃないかな <laughs>。まあ、のんびり、まずは500人を目標にしましょうで。500人いったら、あの、なんかわかんねえけど、なんかあれができるんですよ。なんて言うんだっけ。YouTube で Twitter みたいなことができるんですよ。なんでね、この、この Twitter をフォローしてなくても、YouTube だけ、 登録何て言うか分かんないけど。あれだよ。あれ。アンケート取ったりとかができるっていうのが、あの機能が使えるようになるんで、まずは500人を目標にやっていこうかなっていう感じです。はい。え何分だった ?33 分じゃないかあ。思ったよりもね、ちょっと長い動画になりましたけれども、ありがとうございました。最後までね、見てくださった方がいらっしゃればね。 あのコメントをください。えー、5000円寄付します。講座番号をツイッターに教えてください。<laughs> はい、ということでね、えー、もし最後まで見てくださった方いらっしゃれば、えー、高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録はしなくていいけど、チャンネル登録をしてない方はチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、あの割とツイッターの方がね、あのー、この作品を見る、見ないみたいなことは。 つぶ,やいつぶやいてるんで、さっき言った YouTube でそれができないから、まだちょっと Twitter の方を使っておりますんで、ぜひとも Twitter のフォローをよろしくお願いします。でね、これからもどうか末永くよろしくお願いします。はい。ということで、えー、2021年の振り返りをやってまいりましたので、えー、これからもよろしくお願いします。それでは皆様のね、えー、年末年始、どうかお体には気をつけて、オミクロン株ですか なんかああいうのも流行っておりますんでね、ぜひとも体には気をつけて、これからもアニ,アニメを楽しんでいきましょう。はい、ということで、えー、推しがすぐしの男、わさもんの、えー、2021年を振り返ってみたでした。ありがとうございました。良いお年を